私らはそのなんていうのかな、お母様に連れられて、うん、安すぎのお嬢様っていうのを時々見ることがあるんですけども、やっぱり長く時間をとって話をさせていただきます、うん、でその時に必要なのがやっぱりお母様です。お母様の関係だ、お母様との関係だったり女兄弟との関係だったりするので、ちょっと時間を取らせていただいて、うん、話をしていく上で、お二人がまた向き合うっていう部分もあって、お母さんに私必ずついてきて助けてくださいって言って、私らはこの時しか会えないし、ちょっと気づくことも言うかも分からへんけど、それは意地悪ではなくてすごい大変ということで、なかなかとそれもまた説明術を運動癖しておかれることもあるんですけど、やっぱりそれと人に話しするっていうことがすごく大事なので、ちょっと思春期の娘さんの場合はお母さんとの関係で難しい部分もあるのかなと思いますけど、大体はお母さんがついてきてくださる方の場合は治っていってるように思います。ついてこなくてちょっとある程度年齢がいってくると一人で来る人はちょっともう体重の増え方なんかもあるんですけれども、お母さんがすっごい努力してくださるので治っていく方が多い、いわゆる食欲不振症っていう。それはいくつぐらいが多い？思春期、二十歳までの、20歳ちょうどその子供の誰か友達に顔が丸いって言われたっていうことをきっかけに、ちょっとダイエット、体細いんですよ、なのに顔丸いって、ね、若い子の特権なのに、なんか顔丸いって、いやそれが可愛いんやってガリガリの人なんか可愛くないんやよって言うてもなんかわからない、ちょっと難航する場合もあるんですけど、なんか他の話していく中で治っていく方が多いかなと思いますね。で、そのままちょっとその傾向にあって、妊娠中ちょっとまた再発するようなこともあるんですけれども、やっぱり隣の頃ですかね、しんどいもので、うん、ちょっと食べなくてまた思い出して吐いちゃったっていう人がちょっとおったんですけど、やっぱりその方の場合はご主人がすごくいい方だって、思うような、もうほんまにいい感じの方やったね、もう言わんとこかなと思ったんですけど、娘さん自分から見てた方で、うん、もう悪いけど言わせてもらうって言って、私も黙っとくつもりだったんだけども、もういつもついてきてくださってるし、もう子供の命かかってるの悪いけど言わせてもらうって言って、承諾なしにもその助けてもらえた医師にご主人にお願いして、分かりましたって抱き止めていただいて、結局頑張って食べて、無事に産んで、この間も何ヶ月検診来てもらいましたけど、本当にありがたかったです。ずっとは若い時から見てた方なんで、あ、やっと仕上がったなと、本当にママになってもらえたので、涙出るわ。ということは、その子よりもその周りが解決していく。早道やな。そう、でも入っていかんと腫れ物に触ってたらあかんから、もう助けたんや助けたんやってもう言い続けやんと、もう何があっても私は頼みがたいということでやっていったら、なんかこう心開いて、違うかな。だってね、分かるでしょ、本気で言うてるとか、口先で言うてるかっていうのはもう絶対分かるはずなので、それはとてもそうですね思います。